waiting in front of the Radio Eye building where Cat McDowell and John from Fat Blue Man will be arriving shortly. We got an interview here. And maybe some of there they are. There they are. There she is! Woo! How you doing? Wow, you're tall! Really? Yeah. Oh. Wait, look. できますよ。できますか？どういう感じで？一曲目で。一曲目で。僕ら話すベイビー。最初にお話をしてもらって、そのあと生でじゃあ、CDを流す代わりに、名前演奏してもらうっていうのもありかなと思ったんですけど、どっちでも。ウォームアップできてないから、ちょっと。CDの方が良ければ、もう別にそのまま CD でもいいんですけど。じゃあ生で、生で、頑張ります。何の曲にしますか？この CMは名古屋で、コミュニケーションっていう CM。10秒だよね。はい。だったら、その時は、でもその CM、1曲目の、はい、わかりました。じゃあそれで。 Nervous? You're not nervous these days, right? I don't like. If you wanna rehearse, you can use this. Okay. Where in Canada were you? Vancouver. Vancouver. He's from Winnipeg. Oh, so how long you been in here? 20 years. Wow. Maybe older than you are. でもできるだけ日本語使わないよね。そうそうそう。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 そ
So what's happening here? Are you going to keep open? No? Really? There's rumors that they're going to try to keep it open. Have you heard anything? Oh, that's too bad. So everything's going to be gone. Really? Are you having, do you have another job lined up? Or no? You're going to take a break? Yeah. To travel. Yeah, maybe going traveling is good. That's yeah. good. That's good. I might want to go back. 暖かすぎるという問題に配慮し、さらには軽量で涼しく、しかし治療や検査、頻繁な洗濯に耐えることができる丈夫な布を選ぶ必要があったそうです。その原因は、this time of morning. Really? She broke a string. Oh my god, she broke a string. So much. We gotta panic. Oh no. Oh no. あった他でも。なかった。なかった？他のコンビニも行ったけどなくて。なかった？ What are you looking for? なんか hot, like hot lemon drink. Oh. ここにないの？ No, just 温かいお湯。ホットコーヒーは嫌だよね。こういうお湯の方がいい。For your thought. あら、本当だ。昨日の夜、最後の曲の最後のところに。She's very violent. With the guitar. Damn. Damn. Oh really? That's a tough industry. Yeah, there's not really much in Japan.彼女はハーフでニュージーランド日本人混ざってる。好評発売中。で昔 APEC。IJ の新谷花です。毎週土曜日の午後1時から4時までは Radio I Live。素敵な音楽やゲスト、そして週末情報満載のトイレの神様としてる。Popular is driver of great music。彼女もそういう英語のバージョンも来た。YouTube 探したら、YouTube で、神の様に、あとカット・マクダウルの名前で探したら。お疲れ様です。Like a boxer. Yes, Hopsters.
この他も東名阪は車が多く、名古屋方面に向かう上りは上足のインターで、反対の大井松田御殿場間、名古屋方面に向かう下り線の通行止めは解除されています。ただ東京方面に向かう上り線は御殿場大井松田間で今も通行止めが続いています。名古屋高速は車が多く、南行き東新町と高津線の間が4キロの渋滞です。日田市の西知多産業道路は事故のため車線の規制が続いています。ビデオカメラ、ビデオカメラ、場所は南浜町の新舞子のちょうど北側になります。下手なコメントでごめんなさい。南北ともに1車線が指定されて流れが悪くなっています。ビデオビデオです。ガミちゃん、これマイピックアップのジングルでそのまま出せいいんだよね。マイピックアップ出せいいんだよね。ジョンどこに行っちゃった。ジョンがいなくなった。じゃあもうすぐです。はい。マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルで Ain't Nothing Like The Real Thing でした。今日はこの後マイピックアップで素敵なゲストをお迎えします。お楽しみに。時刻は9時まもなく35分です。ここからは毎日私が、おすすめの情報などを紹介するマイピックアップのコーナーなんですが、今日はミュージシャンのキャットさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Good morning。Good morning。 さあじゃあまずは自己紹介をお願いできますか。はい、私の名前はキャット、CAT じゃなくて KAT でキャットです。はい。で、日本生まれ で5歳の時にお父さんの国ニュージーランドに行って、うん、5年前に帰ってきて今は日本で音楽活動をしてます、うん。お父さんがニュージーランド人でお母様が日本人。はい、長野県の。長野県の。そうなんですか。でも親戚も名古屋にいて、はい、よく小さい頃から名古屋には遊びに来てました。あ、そうなんですか、はい。まあそれは奇遇ですね。で、現在どんな活動をされてるんですか。はい、最近はサーフィンのサークルが多くて、はい、海の家のライブとか、まあ、今は実はツアー中で、昨日の夜も名古屋でライブをして、で、まあ、新しいアルバムを作りつつ夏はたくさんライブをしていました、うん。そうなんですね。もう夏にぴったりの爽やかな曲が多いですよね。で、CM にも出演されていると聞きましたが、はい、名古屋では、はい、見れるかどうかわからないんですけど、そうですね、いろんなとこからコメントが来てて、はい、見たよっていうコメントが Twitter であるので、なんか象印のマイボトルの CM と、はい、人コミュニケーションズっていう人材派遣の CM が今出てて、はい、まあブログとかにもリンクがあるので、もし興味あったらぜひ遊びに来てください。ね、本当、うん、ラジオでご紹介しきれないぐらいも可愛いですからね、キャットさん。昨日は名古屋でコンサートだったということですが、はい、どうでした？すごく楽しかった。久しぶりで、はい、2年ぶりぐらいなんですけど、この前来た時はZEP 名古屋でラウル・ミドンっていうアーティストのオープニングに出てて、はい、しばらく経つのでずっと名古屋に来たいなって思ってて、ブログとかのコメントでも名古屋に来てくださいっていう、コメントがあったので、じゃあ今回行かないとと思って、ツアーをオーガナイズして、実はもう一回名古屋であるんですよ、はい、今週の土曜日、今日は京都のライブで、明日は大阪で、でまた土曜日名古屋に帰ってくるんですけど、あ、また来てくださるんですね。今度は昨日はライブハウスのライブで、はい、今度はハウスパーティーっていう、ハウスパーティー、はい、もう家で
すごく特別なライブをするので、なので詳しいインフォメーションは私のホームページ、katmusic.jp にリンクが貼ってあるので、もしちょっとスペシャルな特別なハウスライブ、めったに日本では見れないような海外的な感じなので、はい、それは素敵ですね。じゃあもう至近距離でキャットさんの演奏が聴けちゃうというわけなんですね。はい、まあ、ゴシックなんですけど、すごく特別だと思います。なんか海外だとそういうのとか、はい、たまに最近流行ってきて、はい、ハウスライブ誰かの大きい家でライブをやるっていうことが流行ってて、今回名古屋でも楽しみです。楽しみですね。日本ではやったことないかもしれない。あー、そうですか。まあ他の人の家では演奏したことはあるんですけど、ちゃんとみんながチケット買って買えて来れるような場所って初めてなので、でもやる方も緊張しませんか？すぐ近くにお客さんがいるわけですよね。でも逆に近くいた方がなんか本当に音楽をみんなで一体感感じられるから、そういうのも好きですよ。でね、今日は実はギターを持ってスタジオに来てくださっています、はい、で生演奏してくださるということで、ぜひ、はい、朝こんな早い時間ね、あんまり歌わないんだけど、特別に今日は名古屋のみんな好きだから、ありがとうございます。じゃあどんな曲を演奏してくださるんですか？じゃあアルバム Echoes Over the Ocean っていうアルバムをリリースしたんですけど、はい、そのアルバムの1曲目、僕らにはっていう曲をやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、このマイクはこれでいいのかな。そうですね、カフをカフ、
僕らにはという曲を生演奏していただきましたが、じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージを何かお願いします。はい、It's really nice to be back in 名古屋。名古屋に久しぶりに遊びに来れて、うん、超嬉しいですで、みんなと、まあ、ぜひライブで会いたいので、もし今週の土曜日空いてたらぜひ遊びに来てください。詳しいインフォメーションは kat.music.jp kat.music.jp にあります。ぜひ遊びに来てね。はい、どうもありがとうございました。今日のマイピックアップはゲストミュージシャンのキャットさんをお迎えしました。ありがとうございました。 79.5 Radio Iナイス、よかった、もう感動、朝早くからやってました今日もね、もう今回ありがとうございます。ありがとうございます。今日もお仲間でやっていただいてすごかった。 Good job, really nice. Thank you. この後ブログに載せてもいいですか、写真。こちら